の命を破棄されるのですか。当然だ。艦を撃つという共通の目的を果たした今、すでに呉は我らを攻める算段を立てているだろう。確かに呉は再び蜀と命を結んだ。いずれ両面からこちらを攻める可能性は高いでしょう。それとて我らという共通の敵がある間だけである。つまり命など一時の方便に過ぎんということだ。その方便で他者が己を裏切る前にこちらから相手を切るということですが。違うな、中達よ。そもそも判断とはただ理に照らすべきもの。そこにさまつな情を交えるゆえ裏切られるなどと考えるのだ。慶軍、感服いたしました。もはや何者と命を結ぶこともない。乱世を終えるため呉も蜀も徹底的に叩くぞ。士官殿、呉は長江に数百里にわたる城壁を作ったようです。うん、壮観だな。敵ながら見事な手際よ。孫吾にも天下をうかがうに相応の人材がいるようだ。攻め落とすのは難しいかもしれんな。いえ、果たしてそうでしょうか。呉は医療の戦いで勝利したとはいえ、その国力は疲弊しているはずです。ならば短期間でこれだけの城壁を築けるわけがありません。きっと何か仕掛けがあるはず。なるほど、何かからくりもあろう。しかし孫吾が侮れないこともまた事実。私はかつて合肥にて孫吾の将士と刃を交えたが、皆知勇に優れる忠士であった。陛下のおっしゃる通り、人材こそが孫吾の脅威であろう。ならばこちらも知勇を尽くして戦うまで。いざ我ら葬儀の軍の盛況なるを示さん。蜀との戦で消耗している今が好機だ。反復常なき孫吾をここに打ち滅ぼせ。開かねばならん。橋の向こうで待ち構える五軍を突破するぞ。待て、どこへ行くんだ。これ以上は進ませるぞ。敵の足場を崩し戦意を損。
崩し戦意を損。さすがは義の戦法侮ったわ。ようやく目的地だ。新軍路を切り開いてやったぞ。やったぞ、俺たちの勝利だ。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。義の侵攻を防ぐ要、断じて私はしない。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。今こそ敵の要所を叩く。戦って終わり、兵器を使うぞ。一息にかけよう。我らが武勇、敵に知らしめん。攻めますわよ。皆さんの猛々しい戦、見せておやりなさい。守備の重責を果たせぬとは。申し上げます、拠点の奥で大量の兵糧を発見しました。この兵糧を光陵の味方へ届けましょう。早速輸送部隊を編成いたします。連勝、総分裂が討ち取ったり。やったぞ、俺たちの勝利だ。嗅ぎ回っておるな。ここで討ち取ってくれる。崩壊されるとは。やはりあの攻撃には何か秘密が。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え、即刻打ち果たすのだ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。力及ばずか、退却する。どうなることかと。助かりました、
あの城壁には何か秘密があります。調査するには県境へ乗り込むしか。東の船着き場の船頭にこの書状を。さすれば川を渡り県境へ向かいましょう。やったぞ、俺たちの勝利だ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。見つかる前に撤退だ。よしよし、レアプのものは盗み出したぞ。イの連中に見つかる前に撤退だ。デンレー、ガッピの物資をゴブンに奪われました。急ぎ奪還しなくては逃げられてしまいます。
攻を死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。この地は自分が守る。今も備えを固くして何者も侵入させるぞ。よし、もう少しで逃げ切れるぞ。早くこの物資を届けるんだ。あと少しで撤退できる。みんな急いで運ぶんだ。早く、みんな急げ。間もなく搬送完了だ。おい、その輸送部隊を狙うな。俺の炎で皆を守ってみせる。カムチ、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。カムチ、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。よしよし、レアプのものは盗み出したぞ。義の連中に見つかる前に撤退だ。よしよし、レアプのものは盗み出したぞ。義の連中に見つかる前に撤退だ。伝令、ガッピの物資を五分に奪われました。そこ脱弾しなくては逃げられてしまいます。ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。この地は自分が守る。皆も備えを固くして皆も侵入させるぞ。よし、もう少しで逃げ切れるぞ。この物資を届けるんだ。あと少しで撤退できる。みんな急いで運ぶんだ。みんな急げ。間もなく搬送完了だ。待て、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。カノチ、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。カノチ、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。俺の家系が通用しないなんて悔しすぎる。玄行付近の村落にて敵の家系部隊を発見。王位様が先行して向かっています。よし、ここで防御態勢を取るのだ。やったぞ、俺たちの勝利だ。見事な働きだな。彼女、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。
これは竜葉殿の書状ですな。わかりました。船をお出ししましょう。その代わりといってはなんですが、私の頼みも聞いてもらえませんか。慶州の薬草が欲しいのです。船が着いた先の末領砦にあるはず。お客さんだなんて聞いてないっての。押し込みならお帰り願おうか。これで仲間を助けられる。あなた方が薬草を探している間に五軍の兵が大勢県業に向かっていきました。荒涼で戦が始まっていると聞きました。なのにどうして県業にあれほどの兵を。敵将総分裂が討ち取ったり。やったぞ、俺たちの勝利だ。史上をかきたてられるご活躍、お見事です。局を左右しうる。私たちで守るぞ。来て。
いところに連れて行った。真っ向勝負だ。炎に包まれた正義を尽くす。絶対に許さない。この場所を突き止められるとは。武装部隊が壊滅したか。天皇殿を援護しろ。ギノションを討ち取れ。来て、いいところに来てではないよ。私が防御に当たるとしよう。聞いてもらえるかしら。キング、誰も入れることはできない。その態度、やはり匂いの真相を知るには強引に行くしかないだ。知る必要はない。ここだ。真っ向勝負だ。注意を尽くす。兵器で対応しましょう。
荒涼には多くの敵兵器が設置されてます。工作部隊を派遣して壊したいんですが、工具に必要な物資が足りんのです。なんとかその素材を集められませんか？おお、ありがとうございます。早速工作部隊を編成しましょう。この任務、うまく片付いたな。分裂よ、春芽のごとく躍動しているな。宗家千里の駒と称されるに足る働きよ。はっ。
よし、ここで防御体勢を取るのだ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。おいでなすったな、義軍。この巨大な城壁を見ておののくといい。長江の対岸に大層な城壁が築かれたが、下船。そんな時間が奴らにあったか。さあ、兵器を起動させろ。義の連中を追い払ってやれ。ゴー君の兵器に細工してやったぞ。停止してしまいました。敵の妨害工作があった模様。なかなかやる。この家を潰してくると。剣の攻略部隊から報告。敵の攻撃は偽物、ただの張りごてです。やはりそんなことであったか。我らを脅かす罠のつもりであったろうが、この偽城の計は完破した。くだらん壁に惑わされず、敵本陣へ突撃しろ。忠義を尽くす。防戦が役に立つのだ。城壁の真実を露見したか。城壁が偽物だってバレちまった。あんな大軍が一気に。もうダメだ。そろそろ帝鳳の家系部隊が到着する。それがなれば義軍を押し返さない。五軍の砦を奪取できた。砦の物資を高梁に運べば士気も上がろう。申し上げます。補給部隊到着いたしました。やった、兵糧が来たぞ。孫悟から奪ったものだと思えばまた格別だ。兵法様が撃破されました。家計部隊、家計以上活動できません。兵法が敗れた。家計の失敗は痛いな。天命、シュラン様が撃破されました。義軍に兵糧を奪われた模様。我らの兵糧を横取りするとは筋が通らんではないか。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。
定まった。敵の足場を崩し戦意を損。負けねらいは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。城壁から弓を追いかけろ。本陣に近づく敵を打ち払うのだ。城壁から矢が雨のように。これじゃ近づけないぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった敵の足場を崩し戦意を損。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。戻って策の練り直しだ。敵将、総分裂が討ち取ったり。分裂よ、春明のごとく躍動している。宗家千里の駒と称されるに足る働きを。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。たとえ偽城が暴かれようと自分は諦めん。公領を侵略者どもから守ってみせる。結局自分はまた故郷を失うのか。なんと不甲斐ないのだ。公領は私が制した。孫悟の命脈あと少しで立てる。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。陣払いだ、中達。価値はしたが、こちらの損耗も激しい。これ以上の進軍は困難だろう。御意にございます。我が君。以前父が急速に衰えたと感じた時があった。なるほど、国を動かすというのは思った以上に身を削るものだ。我が君は曹操様がお亡くなりになられてからずっと走り続けてきましたわ。どうかしばらく休息してくださいませ。そうしたいものだ。最近はお前と過ごす時間も少なかったからな。洛陽に引き返すぞ、シン。はい、我が君。早急は公領の戦いで五軍を散々に打ち破った。だが宗妃は魏軍の損害も大きいとし撤退を命じる。その後も宗妃は孫悟との戦で活躍。宗妃から太呉戦線の指揮官を任せられるほどになった。今宗妃は再び魏と呉の国境地帯に向かう。戦地に赴く彼を見送る人々の中に意外な姿があった。その純良さは冒頭のごとき価値。そ
っしゃっていただけるとは。士官の言葉、胸に刻みました。これは宗家千里の駒。これを宗義の未来を背に寄せ、走り続けると誓いましょう。